タンメンにおける液状化現象。液状化現象が今食べ物の世界に蔓延しつつある。スープカレーが流行っている。スープスパゲッティが多くの店のメニューに載るようになった。スープチャーハンが注目され始めている。担々麺の汁の水位は年々上昇してきた。これらの現象は一体何を物語っているのだろうか。私は今恐ろしい予感に打ち震えている。これは何かの始まりではないのか。水面の上昇は陸地の水没化を意味する。今まで陸地であったところ、すなわちカレーにおけるライスの丘、スパゲッティにおける麺の孤島、チャーハンにおける炒めライスの小山、そのいずれもがその周辺を水面で取り囲まれたのである。こうしたことはこれまで一度も人類が経験したことのなかった現象である。イタリアのベニスの海水面も上昇しつつあり、ベルギーもその対策に苦慮している。アジア大陸沿岸の小さな島は水没の恐れさえあるという。つまり私がここで言いたいのは、地球全域にわたる海水面の上昇と食べ物界の液状化現象、水位の上昇は連動しているということなのである。この2者の連動はどこでどのようにつながっているのか、私は今それを語る勇気を持たない。神の警告の一つとだけ答えて、今回のテーマ担々麺に話を持っていきたい。担々麺はその発祥の地中国の四川では汁なし麺であったという。汁ではなくごま風味辛味噌だれを麺にまぶし、その上に肉味噌炒めをのせたものであった。かつてテレビの料理番組で大活躍した陳建民という人がいた。この人が日本人向けに汁を加えた担々麺をメニューに載せたのが今から40年前だった。それ以来、それまであまり人気のなかった担々麺が日本人の間に少しずつ浸透していったのである。担々麺の汁は年々少しずつ増えていき、すなわち担々麺の汁の水位は年々上昇していったのである。そうして今では麺が完全に汁で水没している担々麺を出す店も現れるようになった。もちろん今でも汁なし担々麺はあり、汁なし担々麺、汁あり担々麺という言い方で住み分けができている。担々麺の汁はいかなる濃厚ラーメンもかなわない激辛濃厚ぬるぬる恐怖の赤い泥沼である。レンゲですくって一口飲めばたちまち唇はぬめぬめぬらぬらひりひり、二口飲めば口中は舌殺し油地獄とかす。その激辛ドロドロぬめぬめ油地獄に人々は狂気する。私はかつて担々麺を食べている青年の一部始終を観察したことがある。担々麺が到着すると青年はレンゲで最初の一口をすすり、続けて二口目をすすり、ちょっと瞑目した後さらに3口目をすするのであった。ラーメンの場合は3口連続してスープをすすることはまずない。一口レンゲでスープをすすった後麺に行くのが普通である。だがこの青年は担々麺の汁はなぜか連続3口の真実を実行したのである。担々麺の汁は一口でやめることができないほど魅力的で後を引くのだ。その時もう一つの担々麺の真実を発見した。その青年の姿勢が一口すするごとに低くなっていったのである。三口目ではほとんどテーブルに這いつくばるほどに低くなった。
担々麺のヒリヒリとヌルヌルとヌメヌメの赤泥沼がこの青年の理性を狂わせ獣へと変異させていったものと思われる。このように青年は赤泥沼に狂気するのである。日本の伝統的な汁物の一つにおすましがある。おすましはおすまし、清い汁とも書き、とにもかくにも清く澄んだつゆで昆布や鰹節のかすかな出汁の味を味わうものだ。一方におすまし、一方にピリ辛赤泥沼、いずれにしてもこの青年はもはやおすましの微妙な味を楽しむことは不可能となったのである。今ラーメンの方はスープ、担々麺は汁と書き分けたが、担々麺の赤泥沼はスープとはとても言い難い。担々麺の元の姿は辛味噌だれというタレをまぶしたものであった。汁が濃厚化したものがタレとも考えられ、タレを薄めたものが汁と考えると、担々麺はその生い立ちから考えてもやはり汁ということになるのではないか。そうは言ってもタレと汁の違いは微妙で、その違いをタレか汁。このように担々麺の歴史は液状化、多重化、水面上昇の歴史であった。担々麺がそうであったように、こうした液状化現象はこれからも食べ物の世界にこれまでにも増して蔓延していくに違いない。今まで中途半端なつゆの量でとどまっていた冷やし中華の水面は一気に上昇するに違いない。スープ天丼、スープうな重、スープちらし寿司などもいずれ出現するはずだ。